寺田久し寺田久し11月19日から1926年1月13日は日本の政治団体幹部、官僚、裁判官、政治家。属席は東京府平民、貴族院議員。長女の鳩山香織は鳩山一郎の妻で、協立女子学園長。鳩山一郎の祖父、鳩山幸男鳩山邦夫の祖,祖父、鳩山喜一郎、 鳩山太郎、鳩山二郎の高祖父。1859年、福岡県人、寺田隆の長男として生まれる。1877年に、福岡で発生した、四族反乱、反政府暴動である、福岡の変に参加し、国事犯に問われたため一族と別れ、分家して、一家を創立した。1882年、明治法律学校を卒業。 判事検事登用試験合格。横浜地方裁判所判事などを務め、1897年には衆議院初期官となり、議事課長、秘書課長、刑務課長等を経て1917年5月衆議院初期官長となった。1923年には退官し、同年貴族院議員に直選されている。しかし、 それ以前も中華民国の孫文を支援した福岡の原用者に参加し幹部となっているなど政治活動は続けていた。東京市外戸塚町原米。ありがとうございます。